これやっぱ柚子が入っとるからうまいやん。これ柚子がこれねこうやってちょっと入ってるから柚子の味がして。来た来た、でかい、来た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 ぞ。うわ早い、これうわっ開始5分でちょっと見てみて、危ない危ない、カワハギ、あ、連れがかり、こいつだ、角があるから、ほらこれちょっと危ない、今日話して手離すよ、待って待って待って、はい、忘れた、はい、やったおいし、釣れた一頭、身の家族来たぞ、おいおるか、気をつけて、なんかめちゃめちゃおるけど、あれ何、フグかな、釣れた釣れた、なにこれ、え、なんか変な魚釣れた、金魚や、さっきのお兄さんが教えてくれた金魚や、これ金魚いとった、金魚みたい、金魚みたい、初めて見た、ね、金魚、初めて釣った、これやっぱこの地域にはおるんだ、これ金魚っていうね、なんていう魚なんだろうな、これちょっとすごい柔らかいけど金魚っていう魚らしいです。逃がします、うお、よかったよかった、来た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 、まだ釣れた、あ、うお、これもなんだ、金魚か、うお、ちょっと待って待って、これとカワハギみたいなのが結構大量にいるね、意外に口が大きいからフッキングするね、この子ね、サイズはちっちゃいけど、うまくやろ、フィッシュ、まだ来たまだ来たまだ来た、うわ入れ食いや、何匹釣れるんだこれ、さっきサビキやっとる人、あの5匹連続釣っとったからね、こいつばっかくれちゃうな、生まれて初めて釣りました、これ金魚っていう魚みたいですね、ブラックバスみたい、口が、うわ入れ食い中の入れ食いですわ、ちょっとこの金魚をね針掛けにして、これちょっと巨大魚を狙ってきます、よしよし、来た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 、またお前か、これ無人島に釣ってもしょうがない気がするんだけど、こいつは本当に釣れるね、うん、この地域には多いんだろうね、うん、愛知県にはこれあんま見ないもんな、こんなんね、釣れた、全く反応なしか、おお、くとるくとるくとる、おくとくとる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 、釣れた釣れた、ナブラ来た、あー、ボラか、これ入れ食い、あれイワシかな、イワシの群れがいっぱい来とる、くた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 、まだ食った、まだ食った、くた、一匹食っとる、一匹食っとる、ダブルで連チャンでやろうか、くわーくわーふわー、こいつしか釣れん、なんかやっとるな、おっさんたち、なんだこいつら、カップラーメン空気やな、これタコさん、カップラーメン食べるかね、さあ、カップラーメンを作ってる間に、お、あ、当たった、入れた瞬間当たっちゃった、釣れた釣れた釣れた、でかい、おいし、入れて、飯食う前、でかいぞ、来たぞ、飯食おう思って今ぶっ込み投げたよ、わからん、違う、金魚じゃない、これでかいもん、重い重い、おいし、重いっちゅうの、これなんだ、それからカメラ撮って、カメラこれ撮ってるか、カメラカメラちょっと持って、持って持って、でかいの釣れとる、でかいの、でかい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 、でかい、なんか釣れた、なんか釣れた、ほらほらほら、おいし、なんやこれ、ちゃうて、タイや、タイ、おいし、うおー、まだ糸はずや、一発、キスやん、キスじゃないこれね、え、本当はキスちょっと違うね、こっちはマダイやん、うん、これはマダイで、こっちはエソだね、あー、ほんじゃほんじゃほんじゃ、重いも、う
いいの釣れたね。一撃、あの着水として一、うん、で食ったもん。いいの釣れた。入れ食い、逃がしてあげようか。うん、そうやね。マジで感動。さあ、カップラーメン食べようか。待っとったら、エーソ君の子供とこの凶暴な牙、そしてマダイ。これ見える？うん、これでエソでね、1メーターのクエが今回遊してきとるっていうから、これエソ投げ込んじゃん。あれ置いとけばクエが来たら釣れちゃうだろ。釣れるな。もう1個湧いたんか。もう1個湧いたよ。あ、もう何これ。あ、ダメだもんか。うわ、ダメだよ。何がダメなんだよ。今お前入れたとこなんだ。下なんか開けても関係ねえよ。何がダメなんだよ。開けたらダメだよお前。なんでや。誘惑化しとる間入れ食い。また何か釣れとる。ほら、何か来たぞ。これはちっちゃいな。あ、バレた。よし、これは来た。これでかい。これはいい魚来たぞ。これはいい魚来たぞ。なんだ、重い。来た。なんだこの魚種は、ぐいぐい引く。タイか。なんだ、来たぞ。また釣れた。ぐいぐい引いとる。結構タイか。あれ、うわ、またなんか、え、なにタイ。これタイ入れ食い。よっしゃ、これすごいよ。入れ食い。やっぱエイミはまだ腹プリプリや。まあ、ちっちゃいから逃がしてあげよう。まあ、これで吸い物しても美味しいんだけどね。チンタの、チンタはうまいからな。これは感動でしょう。タイが入れ食い。釣り方はね、この餌釣りなんだけど、投げてゆっくり巻いてくる。もうルアーだと思って、スライダーワームだと思ってゆっくり巻いてきたら、こんなタイが入り食いなの、この場所は。これもちっちゃいから逃がそう。できたか。うわ、美味しそう。カップラーメン、どん兵衛と、そばと、うどんと、長浜ラーメン。まだ釣れた、また釣れた。次はなんだ。これはちょっとちっちゃいかな。うわ、ああ、絡んじゃった。え、そうだ。エソの子供でしょこれ。うわ、これ入れ食いよ、ここ。まあ、全部逃がしますけどね、今日はね。かわいいね。魚影が濃いわ。おさあ、ターボーさん、美味しいのができた。できたよ。ほら、どうよ。食べる。その前何これ？豚骨ラーメン。もう一山。4分のとこ10分ぐらい置いてるから。もういいよ、もうさっき食べればよかったのに。いろいろやってた。もう食べたい。足がなかったんだ、足。おお。足ないからこれ使いかけだ。食べる。昨日の使いかけのゴミだ。もうどうだ、早く食べろ。ゴミの足だ。食べる。ゴミの足。お前ネガティブなこと言うな、ゴミ。うまいだよ。うまい。食べてよ。どうや。うまいか。いいな。うん。美味しそうやね。なんだ。おにぎりもあるの。おにぎりも。あ、おにぎりも食べたいな。まあまあでも、このどん兵衛の自分は天ぷらそば。いやー、これは美味しそうだな。うわ、もういいのかな。いや、良さそうだね。じゃあいただきます。うわ。腹が減ったら天ぷらそばしよう。うん。今日は初めての食事だもんな。うん。うまい。昼の2時で、朝軽くぶって。もう4時ぐらい。まあ4時か。昼飯抜きやったもんな。うん。だからうまいんや。おにぎりがうまい。俺もなんか腹減っとんな思ったよ、うん。もう4時か。それだけ釣りに熱中しとったんだ。そういうことか。結構釣れたしな、小魚ばっかり。お前坊主か、また、うん、これガスコンロなんやね、これ。こうやって湯沸かして、うん、すごいよね。ターボンさん、どう。まあ、海のえ
海のうどんうまいです。海うどんうまいね。海で食べるうどん最高やな。これが本当の海鮮うどんうまいな。最高や。ああ最高や。お前また坊主か。誰に言うと。お前お前俺か。うん。お前またでかいイカでもイカじゃない。変なお前変なお前うおうあれイカだイカだ言うて投げてお前全然釣れてないかな。これから釣れるんだ。気合が来たら釣れるよ。あのナブラが来たらでも惜しかったね。あのバー来てる時投げたやん、あと一歩だね。あんな来るんやね、ナブラって。動画撮影できんかったけど、ブワーってね急いで歩いたからもう海に落ちるとこだった。ああ危ない。でも周りにおる人もみんな投げとったけどみんな釣れんかったから、なんかナブラ打ちにもコツがあるんかもよ。どうしようしよう。ちょっと届いてないんだ。そうか、大炎上しない。ラスト1時間だな、もう。最後イカ釣ってくるわ。おう最後にアオリイカ釣ってきてくれよ。巨大アオリイカ。巨大じゃなくてもな。おう。はめ込んでくれよ。はめ込んでくれよ一発。はめ込んでくれよお前。これまだ全然ある。ウェイス。もう入れた瞬間なんか食うねこれ。なんだろうここ。小魚が群れとるな。次はなんだろう。おお釣れとる釣れとる。どんな魚が釣れてるか。おおそんな大きくないね。エソかなまた。おータイか。え、なんだろう、タイっぽいな。え、なになんか釣れてる。うわタイや。ほら見える、タイの群れ。投げてもうほらチンタですね。マダイの群れ。これはすごいな。逃がしてあげよう。ちっちゃいからね。大きくなって。美味しそうだね、マダイは。どうした？飽きたな。飽きてないけど俺。飽きた。なんで？あまりにも釣れない。釣れない。もうエボいんじゃないか。釣れないんだ。釣れないか。場所悪い。場所悪い。やっぱ青物は難しいよな。今日はもう青物しか釣る気ないから、ね。うん、青物は難しいわ。サゴシ。うん。ハマチとな。うん。ナブラが湧いたんだけどな。あれな。一瞬ナブラがな。キジさん。あのね、視聴者はね、硬くて。硬くて太いやつを求めとるんや。お、来た今。来た。来たんよ。何が来た？小魚がアタックしてきた。ああ。シュッとアタックつけろ。おお。またはめ込んでくれよ最後に。いやもうはめ込まんて。これ周りに人がおるから恥ずかしいんやろ。いやもうはめ込まんて昨日言っただろ。どうしたんや、羞恥心が出たんか。いやもう封印した。封印か、うん。もう過去に使ったはめ手を使い回ししかないかも。うん、なあ。はめてはね、もう時代遅れだ。新しいやつはないんじゃ。うん、新しいやつも今んとこないけど。ないのか。やっぱはめてとか言うとったらあかんわ。そのが、あの画面に出る自分を見たらこっぱずかしくなったんだな。人としてあかんわ。ツイッターの日課に顔丸出しで、はめてやめろや、お前、ほんと。ツイッターをやめろや、わかった、わかった、わかった。はめてはいかんの、はめては。そうやな。動きよ。釣れるかな、でかいの。うん、あ、でかい、おる、あれ。嘘。おる、うん、何センチ。20センチくらいの。おー、タボシオ、これ、なんか釣れとる、釣れとる、巻いて巻いて。なんか釣れとる。なんか釣れとる。なんか釣れとる。な、なに釣れとる。なんでしょ。釣れとる。釣れとる。よし、開けて開けて開けて。ビクビクと。お、おお、ベラよ、ベラ。やった。お、ベラベラ。ベラやん。釣るね。釣れたね。今日2匹目のベラ。2匹目のベラ。
ぐんぐんゴーンってガンゴーン。これ食べたら美味しいよ、煮つけて。ちょっと食べてみよう、うん、食べる、丸飲みにするこのまま丸飲みする。まあ逃がしてあげよう、かわいそうちっちゃいから。これはすごいよね。じゃあターボーさんも最後一匹釣ってくださいよ。最後行っていきますよ、餌でね軽い気止まんかったよ、そこでトントンやっとったら来るよ。マダイが来とるでね今。よし、愛媛の養殖マダイが。まだよ、ちょっとでかいの見て、来た、でかいの来た、でかいの来たよ、よしナイスナイス、でかい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 、うわはははでかめら、でかいでかい、ああ、いや今のはちょっと前何触せんだ。先ほどこれがうろうろしとんや。ほうじゃほうじゃこれよ。デカベラ。あの菊池さんがイカというやつ。そうやな。これをねイカだイカだ言うんだけど、俺がイカじゃないでって言うんだけど、聞くと聞かんだわ。これ唐揚げサイズ。うん。菊池さんがイカ言っとったんこれやな。デラ。あかんや。ちょっと逃がしてあげて。さあもう夕方になってきましたね。またちょっとこっちに戻ってきて、ここでちょっと最後イカね。イカと根魚を狙ってきます。最後ラストチャンスやな。お、何やろう、最後何やる。イカだよ、イカ、イカか、今日の集大成だよ。ああ、ターボさん、はい、どうですか今日釣るよ。最後は何、ジグメタル。お、最後はもうエギで。エギね、はい、イカが来とるかな。イカ釣れるかな。ちょっと真剣にやってます今ね。やりますよ真剣に。釣れた、来た来た、何、気のせいじゃん、気のせいか、あの波のせいじゃん、びっくりしたわ俺もびっくりした。自分はぶっ込みでなんか来るかもしれない。タモさんどうよ、来ない？ガチ釣りだぞ。ガチ釣りなんだよね。どうや？おるぞ。おるか。イカか。イカ。匂いでわかるんや。ああ、イカがおるのが匂いでわかるんや俺は。どうかなんて、暗いけんサングラスできんのよ。どうよ、顔はやめてや。なんでや、顔は取らんとってや。あほっか、お前お前坊主か今日。おい黙れ、釣るぞお前。最後で、最後釣れるで、ね、この時間まで待っとったんや。うん、粘り粘ってやってますけど、一匹ハオリイカは釣れるのか。全く反応がないですイカはね。とんでもない化け物やってるよ。ちょっとやばいのが釣れたんだけど、何これ、これ何これ、これこれ触れない、これ触っちゃあかんって、これ何これ、みんなこれ何、やべえの釣れたんだけど、これなんちゅう生き物よ。来た、どうやどうや、何の何が、何ボイルした、うわ違う、どうした、ボイルしたか、ちょっとなんかの前取らないかんの、え、おお、さっきのウミキムシお前餌にやったことあるの、お
さっきの毒針やばかったな。やばいわあれ。どうよお前。もう投げろ投げろ。最後の最後お前取れよ。取るまで帰れ。かっこ悪いでお前これ動画最後で。取るまで帰れんわ。今回の動画。帰れんっすよ。おー2日目。2日で1匹。取るしかないぞお前。2日でブラックバス1匹でお前。2日でバス1匹だな。おお。今日もお前青物だイカだ相手ねやって全部こけて。わっしゃんよいぞ。何じゃない。ボラ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 だ。ナブラナブラ。ナブラじゃなくてボラだよボラが。ボシャンボシャン。でかいやおるぞ青もんが。おるか。来とるかバラクーダが。バラクーダ来てる。バラクーダの群れ来とったもんなここ。おるからな。おお。夜また来る。カボさん。もうそろそろお開きやね。今ただいま6時もう真っ暗になりつつある、うん、最後のエイギングでこれで取れたらええよ。止め込んじゃった最後ね。何なかなかどうしたわ。近々必ず釣れるイベント。昨日はあれバス3匹釣った。4匹3匹3匹でも40アップおったでね。動画撮れんかったけど、うん、やりきったな。やったな。ああ、ね、釣れんかったか。ああエギング粘ったけど真っ暗だ。イカ釣り引退します。引退か。今日でイカ釣り引退か。今月はね、リベンジして、うん、リベンジしないよ。ツイッターに出すんで、今日でイカ釣りは引退だ。引退かお前。ということでね、キクさんもターボさんもありがとうございました。今回来ていただいて、ありがとうございました。結構ガチガチで勝負させてもらってね。今までで一番釣れませんでしたね。え、まあ釣れる釣れたからどうだっていうわけでもないと思いますし、やっぱ釣りはでも釣らないと。そうですか。楽しいけどやっぱ釣らないと。釣れる方が楽しいですから。そうですか。はい。じゃあ菊池さん、最後に硬くて太くて大きいやつを一発あがんます。はあ。むっ。菊池さんちょっと照れてないか今日。照れてないけどもうこれ以上できません。これ以上できない。照れてないけどもこれ以上できません。照れるとかない。照れるとかない。はめてをしたくないんです。もういじられるのが嫌だ。ツイッターとかで。はめてをしたくないんです。わかりました。わかりました。ツイッターでもうね、もういいや。過去の古いはめてをね、つなぎ合わせてね、総集編作っとく。はめりゃ。あれ嫌やったんやっぱ。菊池さんやっぱ嫌やった。はめてはやめた。あのはめてちょっと恥ずかしいよな。相当気に入られとる。もうやっぱ子供たちに自分のね子供に見られたらちょっと照れるわな。お父さんいきなり画面出てきて褒めて褒めてやっぱいけんわ。そうやね。ということでありがとうございました。ターボーさんも、ええ、キスさんもありがとうございました。またおうでかいの釣りましょう。次ね。はい、ありがとう。はい、お疲れさん。お疲れです。やっぱり夜の海は綺麗だね。またリベンジするよ。とんでもない化け物釣り切って勝負するしかねえや俺ら。ああまた会おうぜ。はい、ということでね、今帰ってます。もう8時ですね。いやいや、今から名古屋帰ったら朝6時だな。今どこでしょうかね。伊予灘。菊池さん、今回の釣果良かったね。どうした？ちょっと動いた。え？ちょっと動いてしんどい。ああ、ちょっと今ね走ったな。ちょっと今走った。サングラス曇っとるわ今。曇っとるよサングラスが。あれなんて読む？あれ。伊予灘。伊予灘。愛媛いいとこやね。サン
ンガラスで帽子かぶってマスクして怪しいだろ。怪しいな。まあコロナの時はそんなもんやろ。やっぱ、うん、マスクしてこうメガネとかすると曇るんやね。そうだな、あのね、この吐いた息が上に来るのよ。俺もめっちゃメガネ曇るよ。曇るんだな。下に抜けりゃいいけど。普段メガネしてないから分からんけど。今ちょっと息切れして余計に息が激しくなったから曇るわ。そうか、ちょっと走ってみや。走れ走れ、マラソンランナーだろお前。息切れしてる。前もこうこんかったっけお前と。お、打ってみろ、打て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 。元格闘家の、今回町の喧嘩自慢でやる予定やったからな。なあ、ちょっと疲れたな。今からやるか喧嘩自慢。完全に疲れ切ってる。疲れ切ってる。あの人師匠がやらせの、やらせの喧嘩自慢。疲れた。あ、前もここで動画撮らんかったっけ。お、撮ったよ撮ったよ。あそこ、ここ動画スポットだよ。もう絶景だな。伊予灘？夜は来たことないでしょ、ここね。おお。あ、なんか食うか。夜景が見える、夜景が。なんか食べ物ある中で。ラーメンかなんか。あ、食うか。おお。鯛めしがあるよ。鯛めしせんべい。へえ。あ、これ食おうよ。しらす丼。うん。甘揚げしらす丼、これ美味しそう。これ食べようか。じゃこ天うどん。姫ポーク丼。もう姫、姫美味しそうね。じゃこ天うどん。じゃこ天うどんにしようかな。悩むな。え、仙山鶏丼。おお。もうね、こうやってコロナの影響でね、対面がこうやって飛沫が飛ばないようにこんなになっちゃって。なんか10円玉が一番出てきたね。おお。やっぱり魚釣り旅来たらね、シラス丼セットでこうやって醤油かけて。お前何？ちょっと多いわこれ。おお、うまそうだなお前。多いな。ザンギの唐揚げと、愛媛はね、こう出汁がうまいんだよな。うまいぞ。愛媛はこれ出汁が。食べようよ。サングラス、サングラスで食ったの。うん、サングラス。マイクサングラスで。映っとる。映っとるよ。これソーシャルディスタンス。顔隠れとんじゃない？いいよ。うまそうだね。じゃあ僕はこのしらす丼セット、これは美味しいよ。醤油かけて。俺もそれにしてよ。いただきます。あー、愛媛の釜揚げだ。そっちのうまそう。じゃこ天、じゃこ天おばあさん、うまいよこれ。うん、これお味噌汁。いただきます。あー味噌汁まずい。この味噌汁まずい。いまいちだ。でこっちはめちゃめちゃうまい。うん、まあサービスエリアだからね。これはもうすごく美味しいですよ。うわ、昨日のホテルの味噌汁がうまかったからな。うん、うん、